こんな奥まで 9S が入ってきてるのか。帝国、敵の罠の可能性。罠でも構わない。検知、ケイ素と炭素が含まれる結晶状の物質。詳細についてはデータ不足のため不明。誰がこんなものを。不明。
して死体が。ヨルハム団員が敵で侵入した可能性は低い。予測、意図的に敵によって配置されている。ようこそ我が町。私たち機械生命体は人類の脅威がある。愛や家族、戦争や宗教、人類の記録を読み解けば他に例を見ない複雑さに魅了されるばかり。この町もそうした人類への渇望が生み出した場所の一つ。君たちアンドロイドの墓場にはもったいない崇高な場所だろう。私たちは人類の特徴を学び模倣する。あるものは愛を、そしてあるものは家族を。そして私は気づいた。人類の本質は戦い、奪い、殺し合う。それが人間だ。その口で人類を語るな。崇拝する人間たちのことを悪く言う、気を悪くした。だがそれが真実だ。
私は人類の本質に到達した。ネットワークにつながれた私たち機械生命体は無敵だが、無限に続くデータ生の実感は真の理解できない。だから私は命を懸けて戦うことにした。ネットワークから自分を切り離した。さあ殺し合おう。たまらないよ。ナイエス！君のために用意したんだ。戦うためにはそれにふさわしい理由が必要だろう。貴様殺す！そうだ、その感情憎悪だ。来い、くみこれが宿場。暗くて冷たい。ナイエス！そうか、ナイエス。言われた通り。ありがとう。え、何か。君の口から。まあいいさ。 あと君たちの指令。分かった。こちら 2B、 司令官につないで。あ、 2B さん、了解しました。ちょっとお待ちくださいね。 2B か、敵機械生命体。コードネームアダムの破壊、ご苦労だった。分析の結果、
奴らのネットワークシステムの半数をアダムが管理していたことが判明した。ネットワークを破壊された機械生命体は弱体化するだろう。司令官、 9S は？ 9S はこちらでデータオーバーホールを行う。問題がなければまた君と同行してもらう予定だ。よろしくお願いします。 9S が動けない間、君には別の任務を頼みたい。内容をメールしたので確認してくれ。了解。機械生命体たちの投稿かって言っても、出会ったらすぐに殺しそうだけど。提案。同族である機械生命体パスカルからの情報入手。なるほど、パスカルなら何か知ってるかも。もしもし、聞こえる？パスカル。ああ、トゥービーさん、どうしたんですか？最近の機械生命体の動向について何か気づいたことがあれば教えて。最近の機械生命体の動向ですか？そういえば2日前、中央ネットワークから外れた機械生命体たちから和平協定の連絡がありました。和平協定？ええ、ネットワークの支配から逃れた者たちがこの村と同盟を組みたいと。ならパスカルの村に合流すればいいだけなんじゃ。いえ、すでに大きなコロニーを作っているそうです。コロニー？はい、廃工場に逃げ込んでいるようです。興味があるようでしたら場所を転送します。お願い。私もそろそろ話しに行かないといけないと思っていたので、現地で合流しましょう。了解。目標地点の情報を入手。マップにマーク。Thank you.